月の山よさこい祭り、にぎやかな総踊りとともにスタートいたしました。4年ぶりの開催ということで、皆さん大変お待たせいたしました。ここで月の山よさこい祭り実行委員長和田力が開会挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。ありがとうございます。ようこそ月の山第6回目の再開すべきこのお祭りへいらしていただきました。テーマが再起動。私どもこの第3回目第4回第5回と、どうしてもコロナコロナコロナと世の中コロナだらけ、真面目に自粛して、そして練習もできず、なんとか しぶとく各地に生き延びてまいりました。今回第6回目を開催するにあたり、東北一円に呼びかけさせていただきました。この季節です。ゴールデンウィークです。そして地元の祭りが何より各地第一番に考えていただきたいと思います。その中でも今回こういった形で、秋田のチーム、そして岩手のチーム、宮城のチーム、皆さん、あ、もう一つ、今回初出場の山形の内陸のチームということでね、こういった形で勇者、そして同志たちが鶴岡へ訪れていただきました。誠に感謝申し上げます。一チーム、そして一人でも祭りはできません。みんなの力あってのこそです。演者だけが祭りを開催するものでもございません。第3回目くしくも中止したとき、ご協賛いただいた皆様、そしてご支援いただいた皆様、講演いただいた皆様、その気持ちを裏切り中止という形になりました。今回お預かりした高校協賛、今回改めて寄せさせていただきました。私は詐欺師じゃございません。これだけは皆さんにお伝えしていきたいと思います。約束は果たしたつもりでございます。4月29、30とここゴールデンウィーク、全部9連休、もうびっくりするような状況なんですが、鶴岡もにぎわしくなりました。祭り祭り祭りで、なかなかご来賓いただく方々もなかなか呼びれなかったのじゃないかな、どっちにしようかな、こっちにしようかなって悩ませてしまったのかなと思っております。農繁期の中ね、片手脳波器、もうパンも始まっちゃえば、妄想も始まっちゃえば、忘れどころじゃないというのが正直なところですが、この忙しい中ご来店いただいた皆様、そして他県から祭りを、自分たちの祭りをアピールに来ていただいた皆様、そして第6回目を楽しみにしてくれた皆様、今日は最終最後まで失敗踊りで今のベストを尽くしたいと思います。並びじゃないごめん、くじが買おうとスタッフがね、まだ今日始まったばかりのスタッフもいらっしゃいます。慣れてないスタッフもいらっしゃいます。精一杯努めさせていただきます。今日は最終最後までどうぞご観覧ください。思いを込めて再起動します。よろしく、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは参加団体の紹介
それでは地元鶴岡より百人歌。群青。山では三山の手法合算を
今年12年に一度の御年ご延年を迎えております。この記念すべき年に再起動されました月の山よさこい祭りにおきまして、各チームの笑顔がはじけ熱いパフォーマンスが展開されますとともに、チーム間の交流がさらに深まりますようにお祈りいたします。鶴岡市もさらなる交流人口の拡大に向けて一生懸命取り組んでまいります。結びに月の山よさこい祭りのますますのご隆盛、各チームの一層のご発展、ご参加の皆様のご健勝ご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和5年4月30日、鶴岡市長皆川治代読でございます。